Pour rencontrer l'auteur de ce dessin, j'ai fait équipe avec... avec le président de l'Université de Tokyo. C'est un ami de longue date et je ne sais toujours pas comment je dois l'appeler. Asumi, Shigeiko Asumi, Asumi-sensei. Ensemble, nous allons à la rencontre de Takeshi Kitano. Jusque-là, tout va bien. Trop bien, pensons-nous, surtout quand on se souvient de l'apparition du cinéaste dans son premier film, Violent Cop, en 1989. Retour imprévu dans le bureau de l'université. していいかわかんないんですけれども、どういうお名前が一番ご自分に、あの、あ、僕だったら、たけしって。たけし、はい。でも、たけしって僕呼び捨てにするわけにいかないんですね。たけしさんって言うとちょっと距離ができるんですよね。たけちゃんってないっちゃ。たけちゃんですか。でも、あと、殿とかですね。監督って言われることもあると思いますけれども、 殿っていうのは初めは、あの、テレビの世界で、まあ特に演芸だから、師匠って呼ばれて、弟子みたいなのができた時に師匠って呼び出したんですよ。で、それはすごい嫌で師匠って言われるの。で、師匠はダメで、バカ殿にしろって言ったんだよ。バカ殿ってのは言いづらいらしくて、殿になっちゃったんです。じゃあそれは仲間の方がやっぱりやるってことですね。私が殿って呼んでも変なんですね。<笑> ビートたけしと北野たけしっていう名前はどちらがしっくりくるんですか。僕はね、仕事によってですね、だからお笑いやなんかやってとかタレント活動の時は特にテレビの場合はビートたけしっていうのが一番しっくりしてるんですよ。あと本を書いたり映画やってる時は北野たけしです。 僕は俳優でやってらっしゃる時は全部ビートたけしなのかと思ったら、東京側は北野たけしで出てらっしゃるんですよね。あれは何か理由があるんですか。あれは北野たけしは意外に真面目にやってるってことですね。で、真面目な方が北野さんということなんですね。でもそれも怪しいんですけど。でも、みんなやってる会の時はですね、 それまでの、イメージを壊してやっぱりちょっとずらすっていうお気持ちあったんじゃないですか。あれは本当はですね、そのイメージと、とにかくお笑いを作ろうと思ったんですよね。だけど、自分がこう、お笑いを専門としてやってきたんで、自分のやってきたっていうか、今までのお笑いも、お笑いまでもバカにしてしまおうっていう。だから、すごい計算して、ギャグをつけて、 やっぱりお笑いだからこういうのうまいねなんていうのも、それ自体もまたバカにして、なんてひどいことするんだっていうのをやりたかったんですけどね。それがわかんなくなっちゃって、結局、自分自身もダメにしてしまったってやつやってて。ジャンボか。ファーストクラスはサービスもいいんだろうな。ファーストクラスのお客様ですね。はい。失礼します。 D'être imprévisible, c'était quelque chose qui était lié à l'enfance, que c'est une pratique qu'il avait eue pendant son enfance. Non, 何か人のがよくしてないことをやるというのは、少年時代にいろんな人たちと遊んでいる時に覚えた技ではなかろうかと言うんですか。それはあれですね、友達と遊んでてそういうことをやったんではなくて、ほとんど子供時代は自分はおふくろとの戦いですね。おふくろっていうのはやっぱり貧しい
父親が貧しい商売っていうかね、おふくろ自体はすごい師範学校出たとか誇り高いんですよ。ふと、まあ、教育に関してはもう子供を東大に入れて官僚になってというのがもうここですから、ふと勉強をしない子供っていうのが気になくてしょうなくて、こっちは遊びたくてしょうがなくて、それの戦いですね。だから貧しいのに塾行かされるんですけど、こっちは遊びたいからいかに塾行ったふりをして帰ってくるかっていうのは、それの野球はやっちゃいけないとか、いかに野球の道具をどこに隠すかとか、そればっかりだったんですね。ずいぶん無茶やりますよね。書道までやらされましたからね。でも書道の道具を持って出て野球やって帰ってくるんですけど、それをその証拠を見せろってなるでしょ。どこ、そうするのが野球やりながら書いてるんですよ。で自分で書いてやってきたって見せると、先生に先生が直してないっていうわけ。そうするとしょうがないから、今度赤いあれ買ってきて自分で直したら、直した字が下手すぎるってまた怒られて、そればっかりですね。すごい面白かったですよ。なんか小津安二郎の無声映画の世界みたいですね。はい、そのいずれそのおふくろと俺の話でも映画になるなこれと思ってたんですよね。だから漫才師になった時でもまだ戦いだったんですね。向こうは必死になったらその自分の俺の稼いだ金を取りにかかるんですよ。使ってしまうから。ああなるほど。でとにかくお金がないとか病気だとか言ってお金をこう取りにかかって、どうして俺の金ばっかり取っていくのかと思ったら、怪我したら返してくれたり、そういうやられたと思うとばっかりですね。だから友達というよりも俺ぐらいマザコンっていないんじゃないかと思う時ありますね。じゃあお母様の方も騙してるんですね。そう、すごいですよね。だから物心つくまでおふくろの影響ってのはすごかったですね。友達には友達をとにかく遠ざけましたからね。それは断り方うまいんだけど、あんた悪いからうちの子と付き合うなとは絶対言わないんですよ。逆なんですよ。うちの子はバカで悪いやつだから、うちの子と付き合うとあんた本当に悪くなるよ、買いになって言われるんですよ。だから傷つけないように断るんだけど、こっちがたまんないんですよ。じゃあそういうテクニックはもちろん芸人になられて映画だけではない時もやってらしたわけですね。結構なんて言うんだろう、弟子を持ったりなんかするのはそれがやりたくてですよね。そいつら騙して喜んでるとかって、もうよくやることよく、大体のはその悪い遊びみんなやりましたね。嘘の葬式やっちゃったりね、死んだって噂出して呼んできてこうやって見てたり、俺のベッドに、ね、布団かぶして、いや渋滞だって言って横からずっと見てたりなんかして、面白かったですけど。Je crois comprendre qu'il aime bien les surprises avec ses acteurs. Est-ce qu'obligatoirement il leur cache quelque chose? そうですね。結局その人自体がその人自体にも歴史があって、その人の台本見せてその人のイメージでやってくれないと、こっちのイメージ通りに全部教えても肌っていうか、もともとない人いますからね。そうするとその人の範囲の中でやってもらわないとダメかもかね。そうですね。本当は黒沢さんあたりが崩すともっと面白かったわけですね。黒沢さんのドキュメント見たんだけど、すごかったですね。もうあれだけこう完璧に役者の演技指導するのかと、これは役者たまらんなって感じ、それをやらせてしまう力があるからだろうと思いますけどね。やっぱすごいなと思う。そういう意味での演技指導っていうのはなさらないわけですか？細かいのはやらないですね。よっぽどその目線やなんかが変だったと言いますけど、リハーサルやらせてみて、その人の喋り方と顔の動き見て、カメラポジションここでやろうとしても違ったらどっちが折れるか、そう我々折れちゃうんですよ。ああダメだと思ったら、表情ダメだったらその人の後ろ行っちゃうんですよ。で後ろ行くとその人の表情見えないんで、その人がうまく見えるってやりますけど、その表情ができるまで前でいつまでも待つとやんないんですよ。そういうその騙しのテクニックはどこで覚えられたんですか？映画の中じゃないわけですか？それはテレビのお笑いじゃないですかね、基本的には。あと漫才をやってる時に、漫才ってのはほとんど騙しですからね。みんながそう思ってて違うこと言うからみんな笑うんで、だからその癖すごいありますけど。
しさんの映画を見てるとですね、特に暴力シーン見てると、この人は現実生活で人を殴ったことのある人だって感じがするんですけども、それはそうでしょうか。あ、僕ですか。ええ、うわ、よく喧嘩しましたね、うん、あの放射線の映画見てもこの人は喧嘩したことのある人の映画だって感じがするんですよね。殴ったことがあるかって以前に、殴られたことがあるかの方が強いかもしれないですね。なるほど、殴ったことあって一回も殴られたことない人はもっと残酷っていうか、もっとの大げさなことをしてしまうんではないかと思うけど、我々はよく喧嘩はしたけども、果たしていつも勝ったかって言うとほとんど負けたって感じがあって、殴られた殴られたってなるから痛さがすごい分かるし、痛いっていうかもうなんか熱いっていうか、なんかわけのわかんない状態なんで、例えばボクシングの場合は絶対痛いスポーツですよね、そういうのを、それからまたたけしさんがチャンピオンで一番強いっていうこともまずありえない、それをどうしてお好きでなさるんですか。あれはなんだろう、殴られる勇気っていうのはありますね、ただ怖い怖いっていうのはあるんだけど、殴られる殴られると思ってて、ほら来たっていうとこの快感ではないけど、なんか確認みたいな感じですね。やっぱりそういうことを知ってる人は ある優しさというものを知ってると、そういうお考えですか。やっぱりまあその雰囲気がわからないとってとかありますね、殴られて伸ばされてるやつの悲しさもわからないとダメかなと思いますね。殴ってる方の片っぽだけしてるのもよくないし、殴って勝ったこともあるし、殴られてひどい目にあったって両方ともある程度その雰囲気とか感じだけ分かってないと、あまり暴力映画っていうのは、まあ、拳銃でじゃあ拳銃はどうなんだっていうのはまた別の話ですけど、それからこう類推してっていう感じがありますね、暴力に関しては。どうした。喫茶店です。まだ拳銃持ってるし、人がいるから手出せないんです。堀部さんは病院に行ってるんでわからないんです。腹打たれたみたいですね。わりかし何て言うんだろう、
そういう暴力的なことっていうのは自分は本当はすごい小心者で、すごい怖いんではないかと思う時あるんですよ。だから子供時代にあんまりそのいいところで育ててないんで、そういう事件がよく見かけるんだけど、それに対しては人一倍ショックだったんじゃないか、怖かったからずっと印象に残ってるんじゃないかと思うんですよね。でそれが怖いから、それが逆に言えばそれの憧れに変わってるところもあったんじゃないですかね。だからヤクザのおじさんが全然知らないけど隣で若い人に話してることを聞き耳に立ってたことありますよね。それでその一言で喜んじゃったりなんかするんですよね。それはその言葉を聞いてるヤクザの子分よりも俺の方が、ま、納得してる可能性もあるんじゃないかと思う時ありますね。花火で目つくなんてのは、ラーメン食べてる時に、お前ラーメン食べるのは相手の目の幅で食べるんだぜって言われた時、どういうことかなと言われた時に、この親分すごいやつだなって。その人は死んでしまってるんですけど、でもその辺のこうスタイルの凄さっていうのはあれですね。だから花火の時は随分使ってるんですよ。ライフ出した時に背広手に巻くとか、全部下町で見た光景なんですよね。だからそういうのはずっと残ってますね。こういうところはもちろん周りのスタッフは次に何が起こるか知ってるわけですね。はい、それよし。この次の右側のやつを蹴り飛ばすのはやってなかったかな、わかんないですね。初めには。あ、そうですか。今月は利子も入ってないって兄貴怒ってんだよな。ちゃんと払えよ。お前だって分かってんだろう。やはりお箸が画面に入ってるのは映しとけっていう指示があったんですか。普通のやつですよ。いや、そうなんですよ。普通なんだけどね。サイズのサイトだと頭を切る、はいはい、これは違う人なんですよ。あ、そうですか。リハーサルやったら顔面蹴っちゃったんですよ。スタンドインにやらしたんですよ。早いから。花火が典型的だと思うんですけれども、あそこには病気の奥さんに対する思いやりと、それから警官あるいは警官としての非常に荒い生活とがありますよね。で奥さんの方はほとんどセリフがないんですけれども、セリフのなさが優しさになってるわけですね。そういう優しさとそれから荒々しさとを結びつけるというやり方はどうなんでしょう。ご自分の中のなんかそんなものが出てるってとこあります。やっぱりなんかそれは日本人独特なのかもわかんないけども、親子の心中みたいに子供があまりにも不憫で殺してしまうという、よくインタビューでその振り子って言うんですけど、優しさと暴力があるとしたら、銃の優しさは銃の暴力でなきゃ返ってこないという、圧倒的な優しさというのは圧倒的な暴力の資質というかポテンシャルエネルギーとか言ってるんですけど、その振り子のようにしなきゃダメなんじゃないか。で間抜けなボランティアっていうのはマイナス1とプラス1の間をこのやってて、これがボランティアって言ってるだけで、本当はものすごい暴力的なことが反対側のものすごい優しさに切り替わる位置の可能性じゃないかって言ってるんですけど、今までの映画を拝見してますと、最初のその男凶暴につきでは兄弟愛ですよね、妹に対する愛情で、これは妹が、精神薄弱であるというようなこと、それから2つ、あの夏一番静かな海では2人は言葉を交わせない、ろう者だと、それから花火では今度は初めてと言っていいほど夫婦の愛情が描かれたんですけど、これは奥さんが病気 でしかも寡黙なというところがありまして、その愛情表現には何かこう結果がつきまとってんです。何かがいつも寝ていたり、あるいは言葉が喋れなかったりということなんですけれども、それはどう解釈したらいいでしょうね。小説でも映画でも、基本的に、それはよくある手だと思うんですけど、一人がハンデを持ってなくて普通の男女だとしたら、この二人の関係をバックボーンが普通だとしたら、何にも関係始まらないというか確認のしようがないんで、そうすると
映画的には戦争を起こして、戦争が始まって、あの男が戦争に行ってしまったり、あのまあ、あのテレビドラマだと、なんか違う女の人が出てきてしまったりというふうに、関係を壊すっていうかね、ぎくしゃくした関係になるようなことが現れて、お互いになんかやるような感じなんですよね。だからそれが一応ドラマだと思うんですけど、ただあの自分は本当はあのなんて言ったら、一つの事件というのはすごい財、まあ、映画にとっては財産で、アメリカはベトナム戦争でどのぐらいの本数の映画を撮ってどのぐらい稼いだかっていう、ですごい残酷な言い方すれば、我々の文化の中に、あの男女の関係で社会的に激変するようなことがないんで、すごいつまんないと思う時があるんですよ。そうするともっと個人的な問題に押し込めて、社会ではなくて、そのもう完全なフィジカルな問題だとか精神的な問題にちょっと最近まで押し込んじゃったんですかね、まあそれは一つのパターンでしょうね、だからまた違うのがあればっていう、そうするとあの意外にヤクザっていうのもヤクザの組織というのが、その一人の男の行動を規制して、その中でヤクザがどう動くかみたいなことがあって、意外にそういうのがみんなドラマになってるじゃないですかね、花火ではたまたま一緒に並んでもですね、さっきお話が出たように写真一緒に撮ろうとすると、たけしさんがこんなことやったりですねそれから二人並んで手つないでるのかなと思うと、禅の庭で二人で倒れちゃったりですねちょっと、今度はお笑いで逃げてらっしゃるというかですね、その並ぶこととかですね、そちらの方が感じられますね、あれはもうすごい、それは自分自身の照れですね、いまだに俺は女の人と歩けないですからね、どこどこにいるか待ち合わせてパッと帰っちゃうし、街を二人で並んで歩くなんてこと、子供の時はなかったですね、できないですね、だから女の人をこれから映画撮る時にラブシーンなんてのはほとんど考えられないんですよね、あとラブシーンと食事のシーンが全然僕ダメなんですよ、食事で楽しい食事をした覚えがないんですよ、で最近ではうまいものを食べたこともあるし、その雰囲気あるんだけど、その表情が全然なくて、ただ黙々と食べて、黙々と食べてる自分を見られるのも嫌だから、こう辺り気にして普通に食べて普通にやってるんだけど、あれがその子供の時からそういうの全然ないもんだから描けないですよね、突然たけしさんの全てを惑わせるような女性が出現してですね、静かにお二人で食事をしちゃうなんてことは今後ありえないんですか？ダメですね文句つけるかもわかんないです Shibuya, Studio TV. Suite de la rencontre dans les loges après l'enregistrement d'une de ses 9 émissions de télévision par semaine. さんの手腕、大いに期待できそうです。楽しみです。さあ続いて、ノストラダムス伝説の予言シリーズ第4弾。1999年、空から恐怖の大王が降ってくる。今回は実際に空から降ってくるであろうという恐怖の実態に迫ってみます。
まずたけしさんは漫才でお笑いの世界に出られたんですけれども、はい、最初はまあ舞台ですよね、はい、船橋さんとあれはもともと見てらしたんですか、それともいきなり飛び込まれたんですか。あれはエレベーターの運転手っていうか案内係なんですけど、はい、で学校辞めてやることないんで、うん、浅草のロックのとこ行ったら映画館がいっぱいあるんで、映画を見るんだけど毎回お金がなくなっちゃって、これはアルバイトしなきゃいけないと思ったら映画街の真ん中にその劇場があって、じゃあここ入っちゃおうって入っちゃったんですけど、そしたらそこが偶然ストリップ劇場だったっていうだけで、うん、面白かったですね。だからそれでやってたら今度は役者が足りなくなって、エレベーターやってる若い人からあいつ出しちゃおうって言われて、それで出ちゃったんですよ。でその後も今までしちゃったんで、なんか妙なことになっちゃった。でもあいつ使っちゃうという話が仮に出たにしてもですね、嫌だってことも言えたわけですよね。そうですね。だけどあれ休憩時間っていうか、よく舞台見てたんですよ、うん、でそれは別に女の人の裸が見たいわけじゃなくて、合間にこうコントをやるんで、うん、それを見てたんですけど、あんまり面白くないんですよ、うん、でもうちょっと面白いのはあるけどなとも思ってたんで、わりかしやんないかって言ったら、はいやりますってすぐ言ってしまったんですけど、もともとお笑いとして芸に入られたんですけれども、映画を拝見している限り、やはり悲劇的なものも非常に厳しく出てくるわけですね、もちろん花火もある種の悲劇だと思いますし、その悲劇的なものっていうところに向かって突き進んでいく何か衝動のようなものがあるというふうに思っていらっしゃいますか。僕はね、悲劇的なものとね、やっぱり自分の中にね、感覚的に悪魔的なものがあるのかなと思うんだけど、悲劇的なシーンを撮ってる時に必ずね、ふとね、お笑いを考えてしまうんですよ。だから花火の時に堀部が車椅子で水のところにいるんですけど、あの人下半身が動かないんでね、でパッと撮っていいシーンだなと思って、物思いにふけて、だってまた悪魔的にね、でも水が上がってきたらあの人ここまで潜ってしまうぞっていう風な、でお笑い映画だったらあのままあそこに悲劇的にまず設定しておいて、2時間後の堀部を撮ったらこの頭ここまで水に入ってたとかね、すごいそんなこと考えてしまうね。だから悲劇的なシーンっていうのは必ずその考えようによっちゃ、お笑いという悪魔がいたら必ず入り込めちゃうんですね。だからお笑いっていうのは必ずどんなとこでも入り込めるんで、映画撮るときにお笑いをやるため、お笑いを入れようなんてのはすごい楽なんですね、うん、だから悲劇的なことだけ考えてた方が息抜きにお笑いがすぐ使えるっていう、お笑いというのは普通体の動きがギクシャクしてですね、それを一番よく表すのは映画だとハイスピードで回したりするんですけれども、うん、たけしさんの映画ではむしろこうスローモーション的な感じの方が多いと思うんですけれども、スローモーションとかそれからハイスピードとかそういうものはあらかじめ考えておられますか、ここの場面はって。いや一応それ用のカメラ用意してもらっておいて、うんうん、パッと普通にドライっていうかリハーサルやって、これちょっとハイスピードにしようかってのは現場ですね、前もっては絶対ないです、うんうん、でそれは役者とか風景とかそういうものを見た上で、あとちょっとなんか役者の動きがあんまり良くないなと思うとカメラ後ろに回ったりなんかして、それでもダメだと今度ハイスピードにしたり動きにしたり、いろいろこちらサイドでこう動きますけど、うん、役者さんにあんまり細かくこう動いてくれとは言ってもちょっと他のものがダメになってしまう場合もあるし、うん、そのちね の砂浜での紙相撲の場合ですね、はい、あれは本来ならもっとギクシャクした動きなんですけども、なんか動きが止まっちゃったような感じになるんですね、うん、紙相撲前のやつでトン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 やって、あの感じ出ないかなと思ったら、うん、もっと激しくジャンプしなきゃいけないんで、うん、でてやってもらったんですけど、うん、あれがもうちょっといろいろ駒を抜いちゃうかなんかいろいろ作業すればよかったかなと思いますけど、うん、勝ち、よし、じゃあこいつで勝負だ。何ですかそれ。え、前のに
思考ですね、大体みんなそう思ってると思うんですけれども、完璧なものにはやっぱりならない方がいいわけですか。完璧なものというのはまあ自分では不可能、自分が取るには不可能だと思うけども、可能性が感じられなくなるっていうか、うん、やっぱりあの必ずミスは1個か2個残しておきたいっていう、まあそれは残すために残したんではなくて、結果的に残ってしまわないと次の作品行かなくなるって感じなんですね。でも自分の映画みたいにあまりもう何回だんだん見れば見るほど増えてくるっていうのも困るけど、まあ、シナリオを書かれてですね、シナリオはあの、まあはどこまでそれをやってらっしゃるか知らないんですけども、大体順取りでなさるっていうことでしたね。はい、順取りで、はい、順取りでやっているうちにだからシナリオは今度変わってくるんですね、うん、あのとてもあのこの状態の映画でこのシーンに持っていけないからこれ外しちゃったり、違うシーンをつけてすぐロケ班行かしたり、それの繰り返しになっちゃうんですけど、ちょっとあの映画の場合はあの、まあ、あらかじめいろいろ考えておられて現場で若干手直しをなさることがあるんですけれども、テレビのお仕事でもそういうことはあるんですか。テレビはもうほとんど言われた通りやって帰ってきますね。だからお金もらうってとかあって、やっぱり何のためにあのほとんど売春というか身売りですからね。だからテレビでやりたくないなと思って行く時もあるんですけど、そこにそのギャラが発生することですから、
売春婦のような気持ちでやってる時ありますね。でもしょうがないと思いますけど、売春婦のようなお気持ちにしてはですね、その売春婦がかえって汚いような顔にしちゃってることがありますね。それは変な抵抗で、上郎さんが体は許しても口ぶら許さないみたいなとこあって、自分もわざとメイクなんかいろんなことしちゃって出て行って言っちゃうのは精神許さないとかいうようなとこはあるんですけど、でもかえってそれが定番になってしまって全然誰も気が付いてくれない、変な汚い格好して出ていかないとやる気ないんですかって逆に言われてしまうというなんか妙なところなんですけど、だからその人間の意識もあらゆるこう考え方も全部一時によって引っ張り下ろされてるんじゃないかと思うんですよね。で意識に重さがあるかっていうとそういうことじゃなくて、妙な力がこうあらゆる思想でもあらゆるこうことにアートでも全部その一時で引っ張られているんですよ。パッとその解放される瞬間がある人がいるんじゃないかっていう、そんな感じがするんですけどね。でもそれが天使のイメージになっちゃうっていうのはどうしたらいいんでしょう。なぜかね、変なもんで、あれはキッズリターンを取った時ですかね、リハビリのためにゴルフの練習場でクラブ振ってたんですよ。したら急に変なおばさんが来て、たけしさんこれお守りにあげるって言われたのが天使だったんですよ。で、なんだこれと思って、変な人だなと思って、あんまり関わらないようにしようってありがとうもらって、それで家帰ってきたら意外に天使のやつが出てくるんですよ。それでもう10年前のなんかの記念品だとか、あれ意外にみんな羽がついてるんですよ。で急に意識するようになって、で気づいたんで映画撮ろうとしたら、その助監督がこの天使使いませんかって、同じ天使持ってきたんでギョッとして、ああなんかあるのかなと思って、別にそういうことに懲りたくはないんだけど、妙なきっかけでもなんか楽しいなと思って、それでなんか天使の絵でも描くかってなったら、なんか癖になってしまったんですね。これなんかはやはり天使ですよね、はい、ちょうど滝の真ん中のところに浮いてるという感じですけれども、これなんかは絵をお描きになり始めていつ頃描かれたんですか。半年目ぐらいですかね。滝っていうのがなんか落下物で、それに対応、落ちてるものの前に浮いてるものがあるって、それだけの理由で、この滝なんかは北斎の浮世絵なんかいろいろ見て、どうにか同じように描けないやつは結局こんなことになってしまったんです。いや、これだけではなくて、例えばこれなんかはさっきの、ひっくり返ったで殴りましょうかなんて言ってるやつがいるんですけれども、これも生への執念とかなんか言ってたんですけど、はい、なんか逆さまになってるの面白いなと思って、なんかそのすごい、それはひっくり返るっていうのは違和感があるように今では見えるんだけど、意外に普通の形ではないかなっていう感じがする時あるんですね。だからそういうことが違和感に見える社会を作ったのと、意外にそれが本当であるというこうしのぎ合いみたいなのがあって、それは悪魔と天使みたいな関係でもあるかなと思うんですね。これも天使ですね。天使とオーディトリウム、Aoi。Ultime vérification du bruitage, des sons et de la musique avant mixage du dernier film. これがあるじゃない、はい、ハイスピードで、はい、で手の音だけなんだけど、はい、あれは3倍で撮ってるのかな。そうですね、3倍で、あれ間に音入れちゃったんだから。そうですか、今意識で撮ってみたんですけど、うん、あれ音は普通にやった、要するに芯として伝えたらいいですね、うん、普通のあれで音はあれなんて言うんだろう、オンタイムの音ってのはいはい、で普通に音入ってていいんだよ。あ、そうですか、うん、はい、後でその元に戻るから、はいはい。
あとブレイクダンスはいいですか。うん、俺は別に構わない。北井さん、頭の方少し減った方がいいって言ってるけど、そうでもないね。今減らしたんですか。あ、そうか。あ、だからか。Asumi Sensei a été obligé de faire un voyage éclair en province. Tout juste le temps de préparer des questions sur les bruits. まあ、音に関してはまあ、今その拳銃の音で言えばそのすごいこう全然実際の音とは違うそのかなり迫力のある音を映画でつけてるんだけども、それがこう主流になってるから、実際のパンという実際の本当に聞いた音とは全然違うようになってるんだけれども、殴る時もやっぱりそれでかなり実際の音とは違うような気がするんだけどね。だけどやっぱり手ぬぐいで石をくるんで殴るっていうのは意外に頭の部分の頭蓋骨の音みたいな感じがあって、かえって結構好きな音だ。映画でよく歩くって言われたんだけども、本当のこと言うと最初にその男を凶暴につきという刑事の映画を撮ったんだけども、その時に実際編集しだしたら、編集途中から編集のことを考えたら、スクリプターの人がまるっきり時間が足りませんっていうことになって、足りないって言ったらどうしよう、じゃあ刑事は歩くって、ただひたすら時間を埋めるために歩いたんだけど、それがいつの間にか歩く映画になってしまったんで、うん、あと自分のこう歩く形が猫背とガニ股っていうのがあるんで、それが意外に歩いてるギクシャクした感じがいいのかなということで、よく歩くようにしたんですけど、同時録音っていうのはちょっと音声さんの音声さんかわいそうってなって、うん、そうするとやっぱりマイクで拾うところにその音声さんが入ってくると、やっぱりカメラのフレームの中に入ってきてしまうんで、やっぱりちょっと無理かなという。これから小さなマイクを靴につけるってわけにもいかないし、結局は、うん、あんまりあれだけども、本当は意味のある足音っていうのは砂利道とかいろいろ場所によってはあるんだろうけども、なくてもいい場合もあるけどね。だからやっぱりこれは映画自体の持ってる癖じゃないかね。ちゃんと足音を入れてしまうというのは、それでそれが省いてしまった時に意外にみんなちょっと心地が悪いんではないかと思うんだけど。Tokyo FM, salon du dernier étage, face au palais impérial, avant l'enregistrement d'une émission en direct. フランスのインタビューだったと思うんですけれども、本当に感動的な映画ならスライドを10枚くらいでできるんじゃないかとおっしゃったっていうことなんですけれども、それには今近づきつつあるところなんでしょうか。結局まあ、基本的にはスライドが10枚でもあればいいんですけど、そのスライドを1個ずつ選ぼうとして選びきれなくて、これもいいこれもいいこれもいいってやっていったら秒間に25万、ね、スライドになってしまったというような、結果的には映画になってしまうんですけど、基本的に意識的には自分の本当の理想では自分のフィルム全部の中からどの何コマ目でも撮ってもらって、パッと写真にして飾ったら見事な写真になってるのが理想的なんですけどね。であらゆる面でそういうことを補うために音楽つけたり言葉つけたりなんかしてると思うんですけど、そうじゃないと実際の絵画っていうのは存在になりありえないっていうか、ね、絵画1枚でその前に20本も30本も人を釘付けできるという1枚の絵でそういうことができるのだとしたら、映画もかなり少ないカットでパッパッとなれるべきだと思うんですけど、ただそれを目標としてやることが重要なことで、それが自体をやることではないと思いますけど、感覚的にはそれをやりたいですけどね。
今までだとそれに一番近づいてるのはどれですか。自分で意識してそれをやろうとして、まあまあうまくいったのは花火の、駐車場のところに悪いのがいて、睨み合ってボンネットにドンと来るまで、あれはあのカットしか撮ってないんですよ。だからつながりのことも全然、ただぶつけるとか見たとか動いたとかいうふうに、あれ編集で全部外したんですかって言われるんですけど、そうじゃなくてあれしか撮ってない。であれはわりかしうまくはまったなって感じです。ああいう感じが少しあればいいんですけど、でもあればっかしでずっとやると変なことになるんで、やっぱりそれをがこう際立つためにまあ普通に撮っていく部分があるというようなことなんですけどね。海はたけしさんの映画にたくさん出てくるんですけれども、あんまり海の中で泳ぐっていうシーンはなくて、ほとんど海岸に立ってるんですね、はい、自分は特にここ何年間、そうですね、なんか妙なその変なこう回帰っていうか、山の場合は自然を、山で夢を見ると山でいる夢は見るけど心地よく寝てるんですね。だけど海の夢っていうのは自殺なんですね。海に入って歩いて入っていくっていうのは大抵死んでいく夢なんですけど、だから自然に包まれた感じっていうのは必ず山なんですけど、海はすごいその元に戻るとか終わりという感じで、終わりるんだけどもう元に戻るという感覚ですね。どこから来てるのかよく分かんないんですけど、一回溺れた経験があるのかな、溺れた経験あるんですけど、うん、それがずっと後引いてるのかなと思うんですね。それはお子様の時代ですか。ええ、子供の時に池に落ちてるんですよ。で池に落ちて助けられてしばらくして気が付いたんだけど、池の底から確かに上で騒いでる人の顔は見えたって思ってるんですよ、水を通して、で魚の見た目みたいになってるんですけど、それがずっと後引いてますね。それがかなりのずっとショックで尾を引いてるのかなと思うんですけど、基本的にはあまりインタビューであんまり言わないんだけど、俺ぐらいこう臆病者ないと思いますけどね。だから臆病者が開き直っただけであって、だから無茶しますねって言うんだけど、それは開き直った無茶であって、要するに確信犯ではないわけで、偶然そういうことをしてしまった、犯罪者でも偶然臆病者がやったことが大事件になってしまっただけであって、はながそれをやるぞというふうなことではないですから、すごい自分の映画とかあらゆることに対して不安でしょうがないですね。だからあまり不安が重なると無茶してしまうってな、どうでもいいやって、なんか子供がすごいいい服買ってもらって、それが自分も緊張しちゃって気をつけて気をつけて道を歩いてんだけど、一瞬なんか食べた時のシミが1個ついただけでやけくそになってしまうような感じがあるんですね、そうしたご自分への不安っていうのはことによったら私は分かるかもしれないんですけれども、例えばその日本の将来に対する不安とかそういうのをお持ちですか。いや、日本の将来の不安というかもうなんか必然的なような気がしますね、今の状況を見てると、とてもその将来が不安だなというよりも、もっとそうなってしまうだろうという確信の方が近いですね今。だから不安というよりももう覚悟しようというところがありますね。我々みたいなのが果たしてやっていけんだろうかとかいろいろあって、ダメだろうと思いますけどね。おそらく外国で一番知られていないのはですね、おそらくまだ、よく見ていなくてもたけしさんがテレビタレントだってことを外国人みんな知ってますよね。ところが例えば身長45とかああいうところにですね、いわゆる社会評論を書いてらっしゃることあんまり知らないと思うんですね。評論は、日本を良くしてやろうっていう意思があるんですか、もっとダメにしてやろうっていう意思があるんですかね、ああいうものは。やっぱり変な言い方すれば、この国は一回
完璧にダメにならないとだ良くならないっていうところで、あのなんて言うんだろう、中途半端なあの応急処置はかえって良くないって感じなんですね。だからダメになってしまえばいいと思うのと同時に自分もダメになるからっていう覚悟をしてるんだけども、でもあのそうすると例えば、三島由紀夫みたいにあのどっかに突撃してですね、腹切って死んじゃうっていう方向も一つあると思うんですけれども、はい、あのそんなことにはどう対してはどうお考えですか。まあ、三島さんの事件なんかすごい衝撃的だったんですね。僕はあの、あの時アルバイトでタクシーの運転手をやってて、市街の方へ向かって途中なんですよ。そしたらニュースが入って、だけどすごいショックで、あくる日のニュースなんか見たら、その三島さんがこう演説をしてる時の自衛官のあの態度というのが、ああというなんか、それは今の防衛庁のあれにもつながるような人だなという感じがあって、うん、すごい嫌な思いをしたんですけどね。でそのやっぱりそのなんか我々はやっぱりあの民衆とか大衆の人たちを相手な商売なんで、これのそのあのまあ汚い言い方すればいかに残酷でいかにずるい人たちかということを念頭に置いてないとダメですね。で芸人になってそれは痛切に感じたこともあるし、やっぱりあの一番のファンが一番足を引っ張るということとか、だからあのやっぱりそのごく普通の日本人とされてる普通の人たちが犯罪を団体的に、まあ、戦争みたいな戦争犯罪の時にいかに残酷になれるかという、民衆というのはそういうもんであって、過激な指導者はそれほど残酷ではないような気がするんですけどね。それをこう肝に銘じないとダメかなって感じですね。だから敬意みたいなものをつけられると一番嫌ですね。それは自分がその日本で映画で最近その注目されてる監督って言われるのはありがたいんですけど、それがその落ちていく姿っていうのは誰もでも見たいもんだから、だから自分は事故の時に痛切に感じたんですね。やっぱりある当時テレビのまあタレントでかなり頭の方にいたんですけど、あの事故の後のそのマスコミからまあ一般の人たちのあの奥底に秘められた嬉しさっていうのは本当に、うん、そうだろうなというような感じがする。ちょっとゾッとしますね、うん、あの今事故のお話なさったんですけれども、あの我々から見るとですね、うん、あのある種自殺願望みたいなものがたけしさんにあって、それがふっと出たんじゃないかという気もしないわけではないんですね。それはねすごいその、うん、実のところ言うとあの記憶がないんですね。バイク乗った後の記憶が全然ないんで、だから未だにゾッとするのは、ああ自殺したかなっていう感じがあるんですね。それでそのじゃあどんな理由なんだろうかっていうのも別に その時の感じが出てこないんだけど、もしかしたら自分は自殺を図ったのかなっていう感じがありますね。だけどそれが全然覚えてないんで、今もうほとんど忘れたことで生きてるんですけど、うん、ちょっと妙な感じがありますよね、うん、あのほとんど忘れた形で生きてらっしゃるというのをいつか決着をつけようっていうようなその気持ちは心の隅にあります。やっぱり、うん、あの下手するともう一回同じ状態に行くんではないかって感じなんですね、うん、その時にはあの要するにパッとそういうことを感じた時にどうやって対応するかってまだできてないですね。もう一回行くんではないかという恐ろしさもあるし、大体私が伺おうと思ってたことは以上なんであともう適当に言っていただいていいんですかね。まあ一番その一応映画はまあアートとしてはあのアートの部類に入るんだけども、絵画とかそういうこと以上に映画というのはそのリアクションをあのリアクションがすごい早く来るというか、作品発表した時点ですぐバッとドドドと来るんで、それにそのやっぱり今映画を作ってる人たちはそのフレキシブルに対応しすぎるなっていうのがありますね、うん。で映画は許されないとかあってね、あの誰も買わない評価も得ない絵を
何十年も書いてても構わないけど、映画だけはそれは許さない、うん、誰も見ない映画を何十年も作ってるやつはいないというか、経済的にもありえないから、すぐこう対応しなきゃいけないんだけども、それがまあかえって面白いことも見えるんですけどね、うん、だからあの作る方としては3本単位でやっぱりものを作っていった方がいいかもわからないし、わざと失敗してんだっていうのは3本あればどうにかなるんですよ。でも1本1本力入れていったらちょっとまずいですね、うん、1本で終わってしまう可能性あるし。それはあの力の分散なんでしょうか、3本っていうのは。それともあの態度の違いなんでしょうかね。なんていうんですかね、やりたい映画のパーツの問題だと思うんですよ。あのギャング映画らしく暴力映画とか純愛だとかいろいろ自然とか SFX とかそういうパーツがあって、一つのものをずっと追っかけてはいけないんだろうと思うんですよね。必ずそのガス抜きじゃないけど違うものもやってみて相乗効果で上がっていくっていうか、階段2つのあれがあってこういうふうに上がっていかなきゃいけないの、こう上がっていこうとするのはちょっと辛いだろうと思うんですね。同じ線しかないっていうのは網田のように上がっていくべきだと思うんですよね。結果的に上行けばいいわけで、でそれをしないと頭の感覚も狂うんじゃないかと思うんですね。Fin du temps réglementaire. Mais le cinéaste nous invite d'une façon inattendue chez lui. Le lieu doit rester secret. Nous y allons les yeux bandés sur les lumières de Tokyo. Le temps du trajet, générique. この中のあるもので発想したものって一個もないんだけど、ただやっぱりすごい個人的な意見だけど、物を作る人、まあ誰でもそうだけど、普通の生活してもその自分にとっての一番のきつい評論家は自分自身であって、なおかつ自分の一番のファンは自分であるっていう心情で生きてるんで、映画撮る時も人一倍悩むし、人一倍いい映画だって思ってるのは自分だったり、人一倍ひでえ映画だっていうのも自分かなっていうところがある。あとまあ映画はどうぞ好きにやってくださいって。Takeshi-san, merci pour toutes ces heures que vous nous avez consacrées dans votre temps précieux。J'espère que nos questions ne vous ont pas embarrassé. Merci, on va vous laisser tranquille maintenant pour travailler un peu votre dessin. Parce que là, vous avez encore beaucoup à faire. Merci beaucoup.